皆さんこんにちは、ハリーです。ボンティーラッシュ都市の会今回なんですけども、最新イベント来たよ、みんな。早速やっていこう。そんな最新イベント来ましたのはこちら、ハロウィンイベントが来ました。ハロウィン、あ、そう、ハロウィンイベントということで、ハロウィンガチャ、イベントミッション、イベントアイテム交換所が来ましたと。マジ？ハロウィンイベントが来たんだ。へえ、データ連携することができるってみんな。いいね。ちょっとじゃあ早速イベントから見ていこっか。まずハロウィンキャンペーンイベントなんだけど、これマジか。まず来たのはハロウィンイベントガチャが来ましたね。ステルスブラックとオサマスク、オロビとかが当たるガチャになってると。へえ。で、ステップハロウィンガチャが来たりとか、なるほどね。で、ザクザクトレジャーが来たりとか、あ、これは昨日言ってた通りだね。あ、そう。ちょっとじゃあガチャか見ていく、みんな。まず来ましたガチャはハロウィンチケットガチャ。これも来てるね。オスワマスクとオロビトは当たるけど、フェス券は誰が当たるの？オスワマスク、ホルケブルック、月光モリア。微妙、オスワマスクしか欲しくないわ。え、マジで。こんな感じになってて、30、50、130、180個で一周できるって感じね。なるほど。で、180個で一周するとハロウィンのカボチャが22個もらえるから、合計2周すると44個になりますよって感じなのね。で、そのハロウィンのカボチャはどこで使えるんだ？ハロウィンアイテムで使えるわけだ。10個もらえるんだ、ダイヤが。なるほどね。そしてこのメダル継承っていうのができて、何これ、使用場所と獲得場所っていうのが出たよ。面白い。体力 24%、 体力 18%、 体力12%、 体力 24% もらえる。みんなこれ絶対もらっておこうね。あとは特に何もないかな。コーラキャラも来てないよね。いや、来てない。なるほど。いや、おでんとかやっぱ来なかったね。イベントミッション見に行こうか。イベントミッションの方はハロウィンで来てると。ありがたい。リューマが来て、使用場所とかある。何これ、こんなのあるんだ。使用場所が来てるし、カボチャがもらえると。だからダイヤ10個もらえるようになってるよって感じだよね。なるほど。そしてそして、じゃあ続いてはチャレバト見ていく。チャレバトの方は、あ、来たね来たね、いいね。ザクトリが来てますと。オッケー、ザクトリの新しいイベントだね。4対4に分かれて先にやるゲームにね、ポイント選手になってますよって感じね。で、どっちかが先に行ったら勝ちっていう感じね。ダッシュ状態っていうのがついたんだ。どちらも干渉することはできなくて、一定時間のクールタイムがあるってことね。だからザクトリであった肩だけお互いに引き合うみたいなやつができなくなったってことね。なるほど。旗ダッシュに応じてのポイント数が書かれていると。だから敵より先に旗ダッシュを優先しようってことね。うわー、面白い。で、しかもみんな見て、新しいステージじゃないこれ。ザクトレのシャボンディが出た。嬉しい、めっちゃ嬉しいね。ダイヤはいつも通り変わらず50、15個と。なるほど、何も変わらない。さあ、そして今回ね、一番知りたかったところ、それがこちら、キャラのブースト。これが1回で行われるようになるんだよね、一括で。で、しかもさ、これ見て、ブーストのやつ書かれてる。うわー、めっちゃ面白いんだけど。ちょっとじゃあ弱いキャラでやってみよっか、一回。なにこれ、なんか並べ方変わった？並べ方変わったよね、これね。すげー見やすくなった。ちょっと弱いやつで一回見てみよっか。チョッパーでもいいかな。チョッパー52あるね。52は見て、みんなこれ。いけるとこまで赤ついてる。これ赤やると、すごーい！一気にいける！ちょっと一回やってみる？やっていいのかな？やっていいのかわかんないや。ちょっとやってみよっか、一回。できた！すごい！見てこれ！一気に解放できる！うわー、嬉しい！こんな感じになりましたと。うわ、ありがた！これはありがたいね。めちゃめちゃありがたいんだけど。これはいつも通りマックスにできると。で、そして、続いて見ていきたいのが、この獲得場所っていうのもできるようになったんだよね。例えば、これやりたいじゃん。そうすると、これブーストに素材が必要でしょ？この素材を獲得できる場所っていうのができたの。リーグ、チャレバトみたいなの。すごくない？これ。移動できるって。うわー、すげー、これめっちゃありがたいね。そして見ていきたいのは、まだまだあるね。虹のダイヤの方を見ていこうか。こっちも新しくセールが始まったね。特に変わらずって感じかね。チケットガチャの値段いくらだったっけ？ 480円、1000円か。これありがたいね。めっちゃありがたい。さあ、そして続いて見ていきたいのが、シングルバトルだよね。どうやら追加されたそうなんだよね、シングルバトルが。何追加されたんだろう。モンキー D ルフィ。あ、これ以降追加されてるぞ。誰？誰？影でわかんない。誰だろう。誰？ちょっとやりたい、早く。うわ、嬉しいね。練習の方は追加された？練習追加された？追加されてるか、これ。あれ？ロークダウンとか追加されてないっけ？夢ルフィが来た！カイドウと夢ルフィ
できた。あれこれこの前なかったよね。うわー嬉しい。みんなダイヤもらえるぞ。やったね。ダイヤについてはまた詳しく情報出すので、よかったらそっちも参考にしてみてみてください。チャンピオンシップの方どうなってるかな。僕ギリギリ交換できたんだよね。あ、チーム結成っていう感じになったよみんな。これどうなんだ、チームに加入することができるみたいな感じだって。あーなるほどね、これでチームを組んでいくんだ。いいね。さあということでしたと。みんな見てみてどうだった、あのおでんとかやっぱ来なかったね。20日来るんじゃねとかいっぱい言われてたけど、期待しなくてよかった。うん、期待そんなしない方がいいよとか言ってたじゃんみんな。だから期待そんなしなくてよかったね。でも来て欲しかった。うん、まあ今回はそんなもんでしょう。ということで見ていただきありがとうございました。またねどんどん動画出していくから、よかったら参考にしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。ではまた。